それではビジネスホーム8月号、企業のデータコンパライアンスと利活用というテーマで、今回は第2部としまして、執筆者に聞く質問大会ということで、データコンパライアンスに関して、執筆者が読者の皆様から募ったご質問に直接回答するということで、いくつか事前に質問が集まってまいりますので、村上弁護士、野呂弁護士に対して、 私、大井から質問をさせていただきたいと思います。第2回のテーマは、医療ビッグデータの利活用、匿名加工情報と学術研究の例外のユースケースを解説ということで、村上弁護士、野呂弁護士の方に執筆をしていただいております。事前にですね、読者様からたくさんのご質問をいただいておりますので、 その中からいくつかピックアップして、私、大井の方から質問をまずは読み上げさせていただきます。まず一つ目、次世代医療基盤法に基づく医療ビッグデータの利活用は、どの程度行われていますかという質問が来てございます。 それでは村上弁護士、野呂弁護士、まずは自己紹介を冒頭にしていただいて、回答をお願いできますでしょうか。それでは、村上弁護士、お願いいたします。はい、私は TMI 総合法律事務所の弁護士の村上と申します。私は、まず簡単に自己紹介させていただきますと、インターネット関連の法律についてのご相談を受けることが多くあります。 例えばですね、まあ、国内のインターネットビジネスの立ち上げですとか、あるいは国内の会社が海外にインターネットビジネスを、まあ、展開していきたいという時のアドバイス。それから国外の会社が日本国内でサービス展開をしたいという時のアドバイス。そういったものを多く取り扱っておりますけれども、まあそれの他にですね、 え、ま、関連もするんですけれども、個人情報に関連するご相談も多くありまして、まあ、一般の事業会社さんからのご相談もありますし、えー、ま、アドテックの会社ですとか、ヘルスケアの会社からのご相談も多く受けておりますので、えー、ま、その関係で、今回は、医療ビッグデータの利活用ということで、執筆をさせていただきました。<laughs> はい。では、野野野先生、えー、自己紹介をお願いできますでしょうか。 はい。私、TMI 総合法律事務所の弁護士の野尾と申します。私は主に日本の個人情報保護法、また海外のデータ保護法を主に取り扱っておりまして、その中でクライアント様から医療ビッグデータに関するご相談を受けることがまあありますので、そういった経験を踏まえて、今回ビジネスホームに医療ビッグデータの利活用のホームという記事を執筆させていただきました。本日はよろしくお願いいたします。 はい。えっ、ー、と、ご質問についての次世代医療基盤法についてのお話ですけれども、まず簡単に次世代医療基盤法についてお話しさせていただきますと、まあ、次世代医療基盤法といいますのは、あまあ、新しく2018年に施行されている法律でして、まあ、あの医,療の医療の家庭で得られる個人情報を である医療情報をです、ねまあ、利活用するための法律として、えー、定められたものであります、えーまあ。大まかなスキームとしましては、まあ、病院などがです、ね、患者さんから医療情報を収集した上で、それをです、ねえーまあ、匿名加工をする会社に提供した上で、その加工された医療情報を、まあ、コンサル会社ですとか、 まあ,あ、るいは、ヘルスケア関係の会社にいい提供するということが想定されています。まあ、この場合にですね、本来ですね、えー、個人情報の第三指定供ということであれば、まあ、本人の同意が必要なんですけれども、それが、こう、なかなか難しいと。それを要求すると、なかなかこう利活用が進まないというところがありますので、えー、まあ、最初のその病院から、あー特面加工をする会社に対する、 情報の提供がですね、まあ、オプトアウト形式、要するに本人の同意がなくてもですね、提供可能とするというような形でですね、スキームが出来上がっている法律になります。で、まあ、この、そういったスキームの中でですね、匿名加工をする会社というのが認定性を取られておりまして、まあ、その 審査、一定の審査を経てですね、認定をされた、まあ、きちんと加工できる会社であるというふうに認定された会社のみがですね、その匿名加工を行うことができるようになっています。で、まあ、この、次世代量基盤法ですけれども、2018年に施行されて、その後、その認定、どの会社をその認定の会社にするのかと。 というところがですね、進んでおりまして、まあ今現時点ではですね、2社ほど認定の会社が出来上がっております。ただですね、まあその会社はですね、まあ現時点ではですね、まあそのサイト等を見る限り、実際のビジネスを始めているわけではなくて、まあ現状は準備段階で、まあデータを今収集して加工している状態であると。 でまあ、いう状況ですので、えーまあ、どの程度行われているかというのは、ですね、えーまあ、今後の,その会社の準備状況によるということにはなってしまうかと思いますけれども、まあ、現状、のどの程度データが集められているかというところが、今後の利活用のポイントになるのかなというふうに考えておりますはいありがとうございます。 それでは続きまして、えー、2つ目のご質問をご紹介いたします、えー。匿名加工情報による医療ビッグデータの利活用はあ、どの程度行われていますかというご質問もいただいております。えー、こちらあ、どの弁護士、村上弁護士いかがでしょうか、はいえー、村上の方からお答えさせていただきます。 えー、匿名加工情報はですね、えーまあ、平成27年ですかね、の改正の時にですね、えー、出来上がったあ、まあ、制度でありますけれども、えー、現時点でのですね、まあ、あの利活用の状況というのが、えー、個人情報保護委員会のウェブサイトにですね、まあ、あの公表されておりまして、三、えー、月時点ですね、今年の3月時点ですけれども、 特命、えー、加工情報を利用しているのは509件の会社があると。とそのうち医療に関連する、医療福祉に関連する利活用というのは142件あるというふうにされています。なので、まあ、あの、数としては、えー、その程度の利活用がされているというふうなことになっております。で、具体的な、まあ、例としましては、複数あると思うんですけれども、 例えばですけれども、調剤薬局が取り扱う処方箋に含まれる患者情報ですね。これをまあ、匿名加工をした上でですね。それを、まあ、コンサル会社ですとか、あるいは研究機関に対して提供するというようなものですとか、あるいはあ、まあ、健康保険組合が保有するレセプトデータ、あるいはあ、まあ、医療健康情報ですね。 まあそういった情報について匿名加工をしてですね。まあそれも提供するというようなものがですね。まあ典型的な例としてですね。このヘルスケアの分野では利活用がされているというふうに考えています。ただまああの、まあ匿名加工情報の加工基準っていうのがこうなかなかこう、一義的なものではなくて、まあちょっと難しいというところもありまして、 えー、まあ、もともと想定されているよりは、利活用がそんなに進んでないのかなというところもありまして、えー、まあ、そういったところでですね、えー、まあ、今後、加盟仮名加工情報、新しく個、えー、個人情報法を改正できました、まあ、仮名加工情報を使うなどですね、まあ、そういった利活用の方っていうのが、まあ、検討されているところかなというふうに思っております。 はいいありがとうございます、えー、続けて3問目のご質問をご紹介いたします。3問目のご質問については、改正絡みですね。令和2年改正個人情報保護法で導入された加盟加工情報は、医療ビッグデータの利活用に用いることができますかというご質問もいただいております。こちらはいかがでしょうか。 はい。えー、こちらは喉の,の方から回答させていただきます。えー、まあ、この令和2年改正で新しく導入された加盟加工情報ですが、医療ビッグデータの分野で、えー、活用することがあり得るというふうに今言われております。えー、まずその前提として、加盟加工情報という概念を簡単に紹介したいと思うんですけれども、えー、これは今回の改正で導入された、えー、容易に称,あ称号、他の情報と照合しなければ、えー、特定の個性を識別できない情報という、 類型として新しく設けられたもので、この加盟加工情報に加工すれば、個人情報の義務が一定程度緩和されるというものであります。その中の一つとして、えー、利用目的の変更にかかる制限という規制の適用がないことになりますので、えー、従前、関連性がある範囲内でしか変更できなかったものが、関連性がなくても変更できるようになると。えー、そういった意味で、えー、データの利活用ができる制度というふうに位置づけられております。えー、で、 えー、医療ビッグデータという話に戻りますと、えー、まあ、この利用目的の変更ができることで、えー、利活用が可能になるのは何かというと、一つは、えー、臨床試験、えー、知見データ、えー、こういったものが、えー、一つ考えられております。これは本来、知見目的のみで使えることが想定されているデータなので、えー、利用目的の変更ができないかもしれないと。そこで加盟加工情報を使うことで、えー、製薬企業とかが、 他の製品開発とかに用いることができるんじゃないかということが言われたりしておりますはい、えー、ありがとうございます最後にですねもう一つご質問をご回答いただけたばと思いますが今度令和三年改正についてご質問が来ております令和三年改正の中間整理案が公表されましたが この中間整理を踏まえて、医療ビッグデータの利活用、これがどのような影響が及ぶかというご質問も来てございます。こちらもご回答お願いできますでしょうか。はいえー、令和3年改正、えー、今後さまざまなポイントが想定されるんですけれども、医療ビッグデータの利活用に対する影響で言いますと、えー、まず一つは、 え、医療、学術研究を行う独立共生法人に、民間と同様の規定が適用されるという改正が、一つ影響があるかなと思っております。え、これはですね、従前、そういった独立共生法人、例えば大学病院とかですね、民間企業と同様に、え、共同研究とかした,したりしている実態があるのに、え、適用される法令が違ってきていると。独立共生法人には独立共生個人情報法、え、民間企業には個人情報法。 こういった規律の分離があったので、その学術研究、医療分野に関してだけは規律を統一すると。その統一の際に従前と違う規定が適用されることがありますので、医療ビ,クタービッグデータの利活用の際に何らかの影響が見込まれるというのが一つの点であります。もう一つが学術研究の例外の見直しという改正点がありまして、その学術研究の例外の見直しの際に、 えー、学術研究機関で、えー、ガイドライン、指針のようなものを公表して、その指針に従っていれば学術研究目的があるというふうに認定してくれるという制度を、えー、設けるか今検討されております。えーまあ、こういった指針ができた場合に、えーまあ、従前、学術研究の例外でやっていたものができなくなったり、あるいは逆にできるようになる幅が広がるという可能性があり得ますので、えー、この点も医療ベクトリー、ビッグデーターの利活用に影響があるかなと思っております。 はい野呂、えー、弁護士、ありがとうございます。えー、ではあ、村上弁護士、野呂弁護士以外、あの皆様、執筆者に、えーと、医療ビッグデータ、さまざまな利活用の手法がありますし、国内外のさまざまな案件がありますが、これまで TMI でよくご相談を受けていたという類型を、ぜひ執筆者の皆様にも聞いてみたいと思います。えー ビッグデータの利活用という場合はですね、例えばクッキーデータ、閲覧履歴、購買データ、そして医療ビッグデータ、さまざまな類型があると思いますが、今回のような医療ビッグデータに限って言いますと、これまで国内や海外でどういった案件のご相談が多かったかと、こういった観点でもちょっと聞いてみたいと思いますが、執筆者の皆様で何か こんな案件が多いよというものがありましたら、あぜひいい回答していただきたいと思いますが、では、テラカド弁護士、お願いします。はい。テラカドからあ少しお話しさせていただければと思います。えっと、まあ、二パターンあるかなというふうに思っていまして、一つはですね、まあ、医療機関から匿名加工情報の形で、まあ、受領したデータを 例えばまあ製薬会社であったりとか、そういったところにまあ分析結果として提供するようなスキームを取られている、医療データビジネスというものをされている企業さんからですね、このビジネススキーム上に問題点がないかリスクがないかというところをまあアセスメントすると。なので、例えばその匿名加工情報の加工の対応ですね、そういったものがきちっと日本の個人情報保護法 のレギュレーションに沿っているのかといったところであったりとか、まあ実際のその匿名加工情報を自分たちのところで管理する体制がきちっとしているのかといったことを、まあその会社さん自身にアセスメントするというものもありますし、まあ例えばそういったビジネスに参入しようとされている企業のために、まあデューディジネスをするといったようなことがあるかなと。で、もう一つがですね、やっぱり海外のデータというところもあって、これはあの、 経験したところだと、知見データなどがですね、要は海外のヨーロッパのですね、個人の方に知見を実施して、そういったデータを受け取っているというまあ企業さんはあると思うんですよね。そうすると、例えば GDPR においてですね、そういったセンシティブな情報を大量に取り扱う場合には、DPIA という、いわゆるこうデータプロテクションインパクトアセスメントというものなんですけれども、 まあデータ d d ですね、これを依頼を受けて実施すると、まあ、なので GDPR もそうなんですけど、GCP 省例ですね、日本の GCP 省例も踏まえた検討といったものが、まあ、必要なので、結構大掛かりなプロジェクトかなと思いいますはいえー、寺田中先生、ありがとうございます。その他ああ国内外の案件で、えー、例えば野呂先生、いかがでしょうか。 はい、えー。私が経験している案件だと、例えば、えー、ヘルスケアデータを、えー、ア,プリアプリで、えー、蓄積して、えー、それを別の目的に使っていくという案件もあったりします。えー、ヘルスケアアプリで、えー、日々のバイタルデータとか健康に関する情報を蓄積して、えー、それをまあ別サービスに利活用していくという相談が一つあると思います。あとは、えー、共同研究の相談もあったりします。 大学と民間企業で医療医療の診断に使う AI を開発する際に医療ビッグデータを使って開発していくとそういった相談も最近受けたりしておりますはい野呂先生ありがとうございますそれでは第二回医療ビッグデータの利活用匿名加工情報と学術研究の例外のユースケースを解説というテーマのご質問を終了したいと思います えー、村上弁護士、野田弁護士、ありがとうございました。